お話丸かじり。今回はイタリアのお話、カルロ・コッローディの作品です。タイトルをお願いします。第36夜のお話はピノキオ。演者は王のエリカと浅井優。ストーリーテラーは私、山本真由美と浅井優がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。ピノキオ。昔々イタリアのある町にチリエージャという大工がおりました。仕事にとても熱心なのはいいのですが、少々短気なのがたまに傷。気に入らないことがあると仕事を投げ出してしまう頑固者でした。でも経験と木を見極める目は確かでした。この丸太、ただの木じゃねえな。テーブルの材料にするには惜しい。大工がそう思った途端にその丸太は動き出し、喋り始めました。僕のことが分かったの？チリエージャはそれを聞いて少し驚きましたが言いました。はっ、木が物を言うのか。面白いこともあるもんだな。お前みたいな奴は初めてだ。俺の知り合いに会わせてやる。お前と同じように変わった奴だ。きっと話が合うだろうよ。そう言うと大工は丸太を親友のゼペットのところに持って行きました。お前が来るときはろくなことがない。この前も些細なことで喧嘩したばかりだからな。お前にあつらえ向きな奴を連れてきた。ほう、猫か犬かね。あれはこの家の番兵をしてくれる。さあ挨拶しな。こんばんは。ゼペットは驚いて腰を抜かしそうになりました。テーブルを作るときに偶然見つけたんだ。こいつを人形にしてやりな。そしてお前の新しい家族にしてやるといい。ゼペットはにっこり微笑みながらチリエージャにお礼を言いました。そして一晩かけてその丸太で可愛い男の子の人形を作り、ピノキオと名付けました。すごいや、動けるぞ。今日からここがお前の家じゃ。友達もいるから仲良くするんだよ。ゼペットがそう言うとピノキオは嬉しくて飛び跳ねたり、周りの人形たちや猫のフレアを相手に騒ぎ出しました。お前たち、僕のように動いてみろよ。できないのかい？なんだ、つまらない。これ、待て、どこへ行く、ピノキオや。戻っておいで。ピノキオはゼペットの言うことを聞かずに外に飛び出しました。ゼペットもピノキオの後を追いかけて外に出ました。足の遅いゼペットはピノキオに追いつくことはできません。わー、広いなー。やっぱり。やはり外の方が面白そうだ。しばらく歩くと心地よい音が聞こえてきました。いやあ、気がついたかい、恩知らずの坊や。僕のこと？君は誰？コオロギさ、名前はリロ。早くじいさんのところに戻るんだ。そして学校に行って勉強するんだ。いやだ、学校なんかには行かない。勉強だってつまらなそうだ。これから食べて寝て、朝から晩まで遊んで暮らすのさ。ただの丸太だったくせに生意気なこと言うなよ。そんなことばかりしてると大バカのロバになるぞ。うるさいな、おせっかいの悪口屋の大バカめ。これでも食らえ。ピノキオはそう言うとコオロギめがけて石を投げつけました。石は頭に当たり、おせっかいのコオロギは大怪我をしてしまいました。かっ手にしろ。すると人影が見えて青い光をリロに注ぎました。リロの頭の怪我はあっという間に治ってしまいました。すごい傷が治ったぞ。
あなたは誰ですか？あの子をこれからも見守るのよ。それは美しい妖精でした。妖精はリロを直すと消えてしまいました。ピノキオはしばらく遊んでいましたが、お腹が減ってきたので家に帰りました。一方ゼペットはピノキオを探しに町まで来てしまいました。ピノキオや、どこへ行ってしまったんだろう。あ、巡査の旦那、これくらいのわしの息子を見ませんでしたか。またあんたか、じいさん。もう人形を探すのはごめんだよ。町の人はゼペットを笑いました。巡査がゼペットを笑い物にするのは無理もありません。前にも自分の作った人形を息子だと言って町の人に散々探させて困らせていたのです。一方ピノキオは食べ物がないか家中探し回っていました。でもどこに何があるのかわかりません。お腹が空いた。食べ物はどこだろう。すると部屋の隅に何かの卵が置いてありました。よし、あれを食べてやろう。ピノキオは卵の殻を割りました。するとアヒルの子が出てきて言いました。ママ、どうか食べないで。生まれたばかりでまだ何も喜びを味わってないの。ママじゃないよ。ママよ、生まれた私が初めて見るんだもん。アヒルはあまりに可愛かったのでピノキオは食べるのを諦めました。お腹空いたよ。でも何もない。そう言うとピノキオは暖炉に近寄り足を向けて座りました。なんだかやぶたくらってきちゃった。ピノキオはそのまま眠り込んでしまいました。やがて暖炉の火がピノキオの足に燃え移り、その暑さで飛び起きました。慌てたピノキオは大声で叫びました。あ、熱いよ。誰か助けて！助けて！アヒルの子が泣き叫びました。そこへちょうどゼペットが戸を開けて入ってきたのです。大変じゃ。早く火を消さねば。でもゼペットが火を消した時にはピノキオの両足は焼けてなくなっていました。怖かった。暖炉の火が僕を丸飲みにして消そうとしたんだよ。ピノキオが泣きながら言うとゼペットは言いました。もう大丈夫じゃ。怖かったな。火は確かに恐ろしい。でも使い方さえ間違えなければとても役に立つ。わしらを温めてくれるんじゃよ。お前はまだ生まれたばかりの赤ん坊と同じだから、これからはいろんなことを学んでいかねばならん。そう言うとゼペットはピノキオの足をつけ直してくれて教科書を渡してくれました。さあこれを持って明日から学校に行くんじゃ。ゼペットはピノキオに渡す教科書を買うために上着を売ってしまったので寒さに震えていました。大丈夫？寒いんじゃないの？これくらい平気じゃ。いっ！ピノキオはそんなゼペットの優しさが分かり出しました。そしてこんなことを言いました。僕勉強してみるよ。そしたらお金が貯まるに違いない。お金が貯まったら美味しい食べ物をいっぱい食べて、おじいさんに金や銀色の上等な上着を買ってあげるからね。それは楽しみじゃな。次の朝、ピノキオはゼペットにお昼に食べるパンを渡されて町の学校に行きました。途中広場の人だかりの中で面白そうな人形劇団が舞台公演をやっていました。ピノキオは少しだけ中を覗いてみましたが、次第に興味が湧いてきて最後まで見たくなりました。うわー、見たいなー。でもお金がないや。すると年老い
た古着屋がそばに寄り言いました。その教科書を買ってやるよ。このお金であの舞台を見ておいで。せっかくゼペットが用意してくれたのに、ピノキオは教科書を売ってしまいました。さあ皆さん集まって、早くしないと始まっちまうよ。やっぱり学校よりこっちの方がいいや。僕は一生遊んで暮らすんだ。ピノキオが見た公園は操り人形たちのお芝居でした。その人形の中のアルレッキーノは観客の中にいたピノキオを指さして言いました。おお、あそこに我らの仲間がいるぞ。なぜ舞台を見ているのだ。さあこっちへ来て、我らと共にこの素晴らしい舞台を繰り広げるのだ。そう言うとアルレッキーノはピノキオを客席から連れ出し、舞台に乗せて他の人形たちと共に即興で踊り出しました。ピノキオは最初何が起きたのかわかりませんでしたが、次第に面白くなり、みんなと一緒に踊り出しました。何やってんのよ、いつもの芝居を進めてよ。面白くないぞ、私は帰る。お客がぞろぞろと帰り出しました。たまりかねた低い親方のアントニオがアルレッキーノをぶん投げて壊しました。そしてくしゃみをしながら言いました。くしゃ、わしの舞台をめちゃくちゃにしよって暖炉にくべてやる。そしてピノキオに言いました。今日は散々な目に遭わせてしまってすまなかった。お前は学校に行って勉強をしなければいけないんじゃないのか。さあこれを持って早く帰るんだ。うわぁ、金貨だ。いいか、それで必ず教科書を買うんだ。残りはゼベットに渡して上着を買えと言ってやれ。おじいさんのこと知ってるの。ああ、大工のチリエージャから聞いてる。じいさんが家で心配してるぞ。早くゼペットのところに行ってやれ。親方、アルレッキーノを許してやって。もうあんなことはしないよ。わかった、あいつの処分は考えておくから。ただし約束するんだ、これからゼペットに謝って明日から必ず学校へ行くと。いいな。約束する。そう言うとピノキオはゼペットの家に向かいました。おじいさん怒るだろうな。家に帰りたくないな。いや、怒ってなんかいない。その金貨を増やしておじいさんのところに持っていけばの話ですがね。帰る途中、ピノキオを呼び止めた二人組がいました。君たちは誰。あんたが持っている金貨を増やすことができるんだよ。この金貨が増えるの。どうやって増えるの。これからフクロウの国に行って埋めてくればいいんです。金貨はね、もともと種なんですよ。その種をまいて水をあげれば一日で芽が出て、あっという間に金貨の木になるんです。そして瞬く間にたくさんの金貨の実をつけるってわけよ。もう数えきれないくらいの金色に輝く金貨の実がなるよ。それ本当？すごいや、全部僕のものになるんだね。もちろんです。ああ、こりゃ救いようのない間抜けだわ。え？狐は猫の尻尾を踏みました。さあとにかくフクロウの国に行ってみましょう。狐と猫はピノキオをフクロウの森に誘い、目立つ適当な場所を見つけると、そこを指さして言いました。ああ、ここだ。金貨の木がなると言われる土地です。さあピノキオさん、こちらに持っているすべての金貨を巻きなさい。そうすればあなたは大金持ち。水のやり方はどんな風にすればいいの。まずは金貨の種を土に巻かないと。さあ金貨を埋めて。ピノキオはせっかく親方からもらった金貨を土に埋めてしまいました。その後キツネと猫にお礼を言って家に向かいました。途中コオロギのリロに呼び止められました。なんてことをしてしまったんだい。またお前か。僕をバカにしようったってそうはいかないよ。僕はもうすぐ大金持ちになるんだ。騙されてるのがわからないのか。騙されてる。あのキツネとタヌキにだよ。
金貨のなる木なんてありゃしない。今頃奴らは君が埋めた金貨を掘り起こしてるぞ。ピノキオは急いで金貨を埋めた場所に戻りました。リロの言う通り、土は掘り起こされて中に金貨はありませんでした。ピノキオは悔しくて目には涙が溢れてきました。おじいさんの喜ぶ顔が見たかったんだ。僕はダメな悪い子なんだ。せっかくもらった金貨を取られてしまうなんて。おじいさんの喜ぶ顔が見たかったら、君がおじいさんのところに戻ってあげることだよ。その方が金貨よりもおじいさんは喜ぶさ。さあ、帰ろう。リロに言われて、ピノキオはゼペットの家に帰ると、家には誰もいません。おじいさん？おじいさん！お腹空いて死にそうだ。なんか出しておくれよ。ピノキオは部屋をくまなく探しましたが、ゼペットはいませんでした。今までどこに行ってたの？おじいさんはママを探して外に出て行ったの。どこに行ったんだろう。おじいさん！かわいそうな子ね。そうつぶやくと、妖精は青い杖を振り回しました。すると大きな白い鳩が出てきました。白い鳩はゼペットの家の戸を叩きました。大変だよ。ゼペットさんがあんたを探しに海へ出ようとしている。早く止めなきゃ。今から港に向かっても間に合わないよ。どうすればいいんだ。僕の背中に乗って港までひとっ飛びさ。ピノキオとリロとアヒルの子はゼペットを探しに鳩の背中に乗って港に急ぎました。でも港に船はもうありませんでした。漁師さん、白髪頭のおじいさんが乗った船を見かけませんでしたか？すると漁師は残念そうな顔をして言いました。この子じゃねえか。じいさんが探していた木彫りの人形は。あんたピノキオって言うのかい？そうです。僕を探していた人は。おじいさんはどこですか？止めたんだが、どうしてもと聞かなかった。目を離した隙に小舟を出したらしい。あんたを探しに行くと言ってたよ。僕のせいだ。僕が悪い子だったから。おじいさんは危ない海へ出ちゃったんだ。きっと明日になったら戻ってくるさ。でも二日経っても三日経ってもゼペットは家に戻っては来ませんでした。僕、おじいさんを探しに行く。待って、ゼペットさんとの約束は？突然現れた美しい妖精を見るとピノキオは落ち着かない気持ちになりました。君は誰？僕、ピノキオ。おじいさんが僕の名前をつけてくれたんだ。僕のために教科書も買ってくれたんだよ。おじいさん、あなたのことが大好きみたいね。そうさ、僕がいつもいい子だからかな。ピノキオがそう言うと鼻がニョキッと伸びました。あれ、鼻が長くなってきた。おかしいな。青の妖精は笑いながらなおも聞きました。おじいさんが買ってくれた教科書はどこに行ったの？悪い奴らに取られちゃったんだ。せっかく勉強しようと思ったのに。ピノキオがそう言うとまた鼻が伸びました。鼻がどんどん伸びちゃうよ。助けて。それを見ると青の妖精は少し怒って言いました。ピノキオ、嘘はいけないわ。ごめんなさい。妖精はピノキオの鼻を元に戻し微笑みました。ピノキオは妖精に言いました。僕、おじいさんの子供になりたいんだ。なのに僕のせいでおじいさんいなくなっちゃった。だから僕はおじいさんを探しに行きたい。そして謝りたいんだ。嘘じゃないよ。そこへ大工のチリエージャと低い親方のアントニオがゼペットの家に駆け込んできました。漁師からゼペットのことを聞いた。残念だが諦めろって。クジラにでも襲われたのかよ。
それを聞くと、ピノキオは強く言いました。そんなことないよ。おじいさんはきっと帰ってくる。僕はそう信じてるから。妖精さん、いや仙女様、明日から学校に行って勉強します。ピノキオはみんなの前で明るく言おうとしましたが、目にはたくさんの涙が溢れてこぼれ落ち、それは止まりませんでした。青の妖精はピノキオを抱きしめ、なだめました。こうしていい子になることをみんなの前で誓ったピノキオは、学校に行くことになり、毎日通って懸命に勉強しました。まるでゼペットのことを忘れてしまったかのように。チリエージャやアントニオは、たまにゼペットの家に来てピノキオを見守るようになりました。そしてコオロギのリロ、アヒルの子や猫のフレアに学校で会ったことや、道端で自分の身に起こったことなどを明るく話しました。今日また不思議なことが起こったんだ。猿の裁判官に判決を下された。僕は4ヶ月牢屋に行かなくてはいけないんだって。金貨を土に埋めてしまったことがあったんだ。でも大きな鷹と報い犬が助けてくれた。それはよかった。そしてその次の日にはこんなことを。今日はこんなことがあったよ。ものすごく長い蛇が僕に向かってきたんだ。怖くなった僕は逃げるときに転んで泥だらけ。蛇は僕を見て笑い出した。笑いすぎてお腹が破裂してしまったんだ。でも僕は笑わなかったよ。まあお利口ね。その次の日はこんなことを。ブドウ畑にイタチがいたのさ。どこかの家の鶏を追いかけてたんだけど、途中でブドウを見つけたから鶏を諦めて今度はブドウを盗もうとしてたんだ。僕はイタチを追い払おうとして畑に入ったんだけど、畑のおじさんに見つかって捕まえられた。おじさんは僕がブドウを取ったと言うんだ。おじさんは僕の首に縄をかけて番犬をしろと言うんだ。それができたらお前の言うことを信じてやるって。かわいそう。ママはいいことをしたのに、ひどいわ。そしてその次の日はゼペットが座っていた椅子に話しかけました。今日はね、学校の友達に誘われたんだ。近くの海にクジラが出たから授業を抜け出して見に行こうって。僕は断ろうとしたんだけど、みんなはそのクジラを人を飲み込むすごいやつだって言うんだ。僕はどうしても気になってしまった。もしかするとおじいさんがそのクジラの中にいるんじゃないかって。だからみんなと言ったんだよ。でもクジラなんていなかった。悔しくて気がついたら僕は友達と殴り合いの喧嘩をしていた。その後悲しくなって寂しくて涙が止まらなかったんだ。おじいさんどこにいるの。会いたいよ。ピノキオはおいおい泣き出しました。それを見ていた青の妖精は優しくピノキオを慰めました。僕は悪い子でした。学校でずっと勉強していればよかった。自分の過ちを認められるようになってきたのね。いいことよ。明日はあなたのためにミルクコーヒーとお菓子を作ってあげます。たくさん作るので、お友達もこの家に呼んでいらっしゃい。わあ、すごいや。仙女様ありがとう。
ピノキオは安心すると疲れたのか、その夜はベッドに入り、すやすやと眠り込みました。その寝顔はまるで天使のようでした。青の妖精はその寝顔を見つめながら、一つの願いを叶えようとしていました。あなたをおじいさんの子供にしてあげる。あと一日、いい子にしていたらね。次の朝、ピノキオは元気に家を出て学校へと向かいました。その途中、一人の男の子がピノキオに言いました。ピノキオ。ロメオ君、今日うちでパーティーがあるんだ。君も来てくれるね。パーティーか。楽しそうだな。美味しいお菓子やミルクコーヒーもあるからね。そんなことよりも、もっといいことがあるんだ。お前も来いよ。このロメオという少年は、学校でピノキオと一番仲のいい少年でした。これから学校が始まるよ。また抜け出すのかい？一体どこに行くの？おもちゃの国さ。世界で一番素晴らしい国だ。そこに行けば勉強をしなくていいんだ。ずっと遊んでいいのさ。いたずらだってし放題。お菓子もごちそうもたっぷりある。それに、酒もタバコもやっていいんだよ。それを聞くと、ピノキオは嬉しくなり、この東進小僧の後をついて行こうとしました。でも、家で待っていてくれている青の妖精のことを思い出しました。やっぱり、僕は行かないよ。そうか。お前が一緒だと楽しいと思ったのに。じゃあな。待ってよ。君もそんなところに行くのはやめて、僕と一緒に学校に行こうよ。どうしてだよ。あんなところが面白いのか。先生は俺たちを見放してる。周りの奴らだって、東進小僧だの、木彫りの人形だのって馬鹿にしてくるんだ。学校なんかクソくらいだよ。お前はいい奴だ。一緒に連れてってやる。これから来る馬車に乗れば、一生遊んで暮らせるんだよ。僕は約束したんだ。もう悪いことはしないって、いい子になるんだ。二人が言い合っていると、たくさんのロバに引かせた大きな馬車が、二人の前に止まりました。見ると、馬車の中にはたくさんの子供たちが乗っていました。みんなウキウキしていて、とても楽しそうです。御車の小男が、ロメオを乗せた後、ピノキオに言いました。君は乗らないのかい？お前だって心の底じゃ行きたいはずだ。この先どこへ行ったってそうさ。木の人形だって言われて馬鹿にされるだけだ。人間になれたって、楽しいところなんてほとんどないんだ。行こう、ピノキオ。ピノキオは今までのことを思い出しました。そして言いました。僕は人形だ。人間なんかにはなれない。そして馬車に乗りました。子供たちを乗せた馬車はおもちゃの国へ向かって走り出しました。馬車はピノキオたちを乗せ、町を離れどこまでも走り続けました。やがてきらびやかな門が見えてきました。おもちゃの国だ。ピノキオたちはとうとうおもちゃの国へ来てしまいました。そこにはもうたくさんの子供たちがいました。みんないろいろなおもちゃで楽しく遊んでいました。中には朝からずっとお菓子を食べている子もいましたし、大酒を飲みながら葉巻を吸い、カードで博打を打っている大人びた者たちもいました。俺たちの楽園だ。よし、早速楽しもうぜ。ピノキオとロメオの二人はたった今馬車から降りた子供たちと一緒にトランプやボール投げをして遊び、お菓子をたくさん食べ、葉巻を吸い、酒を煽り出しました。やがて瞬く間に時は流れ、一月経ちました。ロメオはピノキオに酒を渡し、グビグビ飲みながら言いました。なんて素晴らしい生活だ。どうだ、俺の言った通りになっただろう。でも、もう十分楽しんだ。だから僕はもう帰るよ。おい、冗談だろ。こんなにいい暮らしを捨てて、あの町に戻るのかい？確かにここは楽しいところかもしれない。好きなだけ遊んで、悪いこともできる。でも、
なんか違うよ。僕やっぱり帰るよ。ああ、そうかい。帰れ。そんなに帰りたきゃ帰りゃいいさ。お前のことなんかもう知らん。お利口ちゃんになりゃいいさ。あれ？なんか変だぞ。うわあ！ピノキオはロメオの顔がロバそっくりになっていったのでびっくりしました。周りを見ると他の子供もみんなロバに変わり出しました。ロメオくん、どうしちゃったの？うわあ！ロバになったロメオは暴れ出し、悲しそうにいななきました。ピノキオも自分の耳がロバになり、尻尾が生えてきたのです。そこへ小男がやってきて、ロバになった子供たちを集め出しました。さあ、みんな集まれ。どれ、お前は毛並みがいいな。サーカス行きだ。これから芸を仕込んでやる。お前はでっぷり太りすぎだ。精肉店に売りつけてやろう。ロメオは農家に売られることになりました。小男はピノキオを見つけて言いました。お前、ロバになりきれなかったのか。お前みたいな出来損ないはいらん。そう言うと、小男はピノキオをおもちゃの国の外れにある崖まで連れてきて、そこから海に投げ込んでしまいました。海に落ちたピノキオは、ロバの耳や尻尾を魚に食べられて、元に戻りました。耳が、尻尾が取れた！ああ、よかったー。うわあ！喜んでいるのもつかの間、海に投げ出されたピノキオは、今度は大きなクジラに襲われました。大口を開けたクジラは、あっという間にピノキオを飲み込んでしまいました。誰か助けて！あたりは薄暗くなり、まるで洞窟のようでした。横の方で声がしました。ああ、どうしよう。こんな時に。どうやらクジラに飲まれたのはピノキオだけではないようです。そこにはマグロが一匹いて、ピノキオと同じように外に出たがっていました。君もこいつに飲まれてしまったのかい？そうらしい。私としたことが、群れで暖流に移動していた。妻と娘と離れ離れになってしまったよ。あんたは、見かけないな。どうやら見たところ、陸で暮らしている生き物のようだが、どうしてまたこいつに飲まれた？船がナンパでもしたのかい？ピノキオはマグロに今までの経緯を話しました。なるほどね。それは災難だった。私はスキッピー、マグロだよ。早くそのじいさんに会えるといいな。僕、ピノキオ、なんとかここから出られないかな。こいつが口を開けん限りは無理だよ。その時、遠くの方にかすかな明かりが見えました。まだ生きてる奴がいるらしい。ピノキオー！ピノキオー！僕の名前が聞こえる。あんたの名前を呼んでるんだよ。もしかしたら、あんたの探してるじいさんじゃないのか？ピノキオとマグロのスキッピーは早速声のする方へ近寄りました。誰かいませんか？わしの息子を知りませんか？そしてとうとうピノキオたちはもう一人の生きた人間に巡り会えました。もうわかるでしょう。それはお互いに探し合った存在でした。親子のようなこの数ヶ月間でそれ以上に固く結ばれた絆でした。おじいさん、会いたかったよ。ピノキオはただおじいさんにすがって泣きました。わしもじゃ、ピノキオ、わしのかわいい息子よ。やはり神はこの世にいなさった。ゼペットも涙を浮かべてピノキオを固く抱きしめました。スキッピーももらい泣きで涙を浮かべていました。あんたたちを見てたら、私も娘と妻を思い出したよ。こうなったら、意地でもここを出なきゃな。不思議じゃ。マグロが話をしとる。別に不思議じゃないさ。あんたもたまに猫と話すだろ。そうだ、火だ。
おじいさん、ここで火を起こせる？ああ、確かポケットに紙とマッチが残っていた。でも、どうしてじゃ？前に僕が火で足を燃やしてなくしちゃった時に、ものすごくむせてくしゃみが出たんだ。そうか、こいつにもくしゃみをさせようってわけだな。ゼペットはピノキオの言う通り、クジラの口まで歩いていき、そこで紙に火をつけて燃やしました。かすかでしたが、煙が出てきました。やがてクジラの頭の上で、黒く煙が立ち込めて、クジラは大きな口を開けました。そして、大きなくしゃみをしたのです。ピノキオとゼペット、マグロのスキッピーは、こうして、クジラの腹の中から解放されたのです。ありがとう。おかげでまた、この広い海に出られたよ。俺に君たちを岸まで乗せてってやるよ。ありがとう、スキッピー。離れ離れになった奥さんと娘さんに会えること、祈っているよ。ああ、必ず会える。岸に着くと、ピノキオはマグロの友達と別れ、ゼペットと町に向かいました。岸では漁師たちが、町に着くと、大工のチリエージャが、低い親方のアントニオが、巡査が、その他、町の人たちが、驚いたように二人を眺めました。ゼペット！ああ、どうよ！私に顔を見せておくれ！奇跡だ。生きていたか。そして家に帰ると、ピノキオは待っていた仲間たちに、それぞれ挨拶しました。また会えて嬉しいよ。無事でよかった。今度こそ、いい子になるのよ。うん。仙女様は？重い病気だよ。君がいなくなってから、ずっと寝込んでいるんだ。ピノキオはリロたちに案内され、青の妖精のところに行きました。仙女様、ごめんなさい。僕は、また約束を破ってしまいました。友達に誘われて、おもちゃの国に行ってしまいました。そこで、悪いこともしてしまいました。仲のいい友達を助けたかったんだけど、助けられなかった。でも、あれからロバになりかけた時も、クジラに飲まれた時も、なぜか、あなたがそばにいて、助けてくれたような気がする。いつも僕を助けてくれた、大好きな仙女様。どうか、死なないでください。代わりに、僕の命を捧げます。だからお願い、元気になって！泣かないで、ピノキオ。私は大丈夫よ。確かに、あなたはまた私に嘘をつき、裏切りました。でも、あなたは人の気持ちや優しい心が持てるようになったのです。友達を思い、家族のことを気遣うことができた。あなたの言う通り、私はいつもあなたを見ていました。さあ、あなたの願いを叶えてあげる。青の妖精は杖を三回回してピノキオの方に向けました。青い光がピノキオの体に降り注ぐと、どうでしょう。木の人形だった男の子が人間の姿に変わったのです。信じられない。人間だ。人間になった。心を持てた分、喜びも大きいな。ありがとう、仙女様。そばにいたリロたちもとても嬉しそうでした。ピノキオはゼペットのところに駆け込んで言いました。おじいさん、僕だよ、ピノキオだよ。人間になれたんだ。息子になれたんだよ。ピノキオ、本当にピノキオなのかい？神がまた私の願いを叶えてくれた。ピノキオは泣きながらゼペットにキスをしました。これからも優しい心を持ち、人として大切に生きるのですよ。もう一つ願いを叶えてあげましょう。その声が聞こえた後、
刀身小僧とロバになった子供たちが入ってきて、ピノキオに言いました。俺だよ、ピノキオ、覚えてるか。まるで夢みたいだ。人間に戻れたんだね。ああ、もう道は踏み外さないよ。ロバはゴリゴリだ。僕もほら人間になれたんだよ。どんな姿でも友達に変わりはない。でもよかったな。これからみんなピノキオをよろしくな。はい。子供たちが帰った後、ピノキオとゼペットの二人はいろいろな話をしました。そしてピノキオが懐かしそうに人形を見つめて言いました。かわいいなあ。よく見ると表情が豊かだ。人間よりも心を持っているのかもしれない。人形って素晴らしいね。こうして人間になり、ゼペットと親子になったピノキオはいつまでも幸せに暮らしたということです。おしまい。はい、というわけでございまして、第36夜ピノキオをお届けいたしました。はい、いかがでしたか。いやー、これ私あの小学校の時に、学芸会で演劇でやったことあるんです。ああ、そうなんだ。はい、何年生の時。小学校2年生でしたね。あ、2年生の時、はい。役はありましたか。お人形劇場の人形の一体、ああそうか、はい、アルレッキーノの手先みたいなそんな感じ。そうですね、あのショーで踊ってるお人形の一体でした。やっぱりピノキオと一緒に踊るんですか。そうですね、踊りました。なるほどね、うん、僕の作品のテーマとしては人として生きる大切さ。はあ、人としてっていうのがミソですね。人として、うん、はい、まあ、人形が人間になりたがるんですけども、はい、そのなりたがる過程において、はい、やっぱり人として学ばなきゃいけないこと、人としてやっちゃいけないことっていうのを、はい、間接的にね、皆さんにお知らせするっていう形、うん、まあ、これは原作のカルロさんも一緒じゃないかっていうのがありますね。はい、あとね、原作がね、これ長いんですよ。ドラマで言うとね、はい、シーズン6、7ぐらい。私、ネズミさんの国のやつしか全然。まあ、ネズミさんの国でも有名ですけどね。はい、あと、イタリアの作品っていうのは知らなかったですね。あ、知らなかったです。カルロ・コルローディってなんかすごい言いづらい名前の人が。そうです、確かにカルロさん、イタリアの名前。で、この作品だけヒットしたっていうの。だけなんですね。いろいろ書いてるんですけど、はい、当たんなかったみたいですね。僕もなんか知らないやつばっかりでしたけども。なるほど。あと、まあ、子供の人形にイメージされているけど、はい、これは実際原作は大人の人形でした、ね、そうなんですか。子供じゃないんですよ。どっかの誰かが変えちゃったんでしょうね。はい、あれ、はい、でもやっぱり通して思ったのが、うん、人間になりたいとピノキオが思えば思うほど人間らしいなって私は、うん、まあ、そうですね、思いました。うん、ということで第36夜イタリアのお話、カルロ・コンローディの作品ピノキオをお届けしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は浅井優と山本真由美でした。それでは皆さん、おやすみなさい。次回第37夜のお話丸かじりは、日本のお話、彦市とんち話の一つ、天狗の隠れ蓑をお届けします。何を覗いておるのじゃ。おー、遥か遠くが見える。まるですぐそこにあるようじゃ。今日の金閣寺が黄金色に輝いて見える。富士のお山がはっきり見えるぞ。うとれ、わしにも見せてくれ。それはダメです、これは私の宝物、誰にも貸したことがございません。よし、この身のを貸してやる。いや、その筒と交換しよう。これはすごい、本当に見えてないんだな。お化けだ、おはるちゃんの後ろに手だけがいるんだよ。キャー。こりゃあやめられ。よし、今度は大好物の酒を飲みに行こうっと。しまった、また酔っ払ってきたぞ。とっとと、うわ。次回もお楽しみに。今回のお話
話、皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。